ゲーリー G さんのチェスは1997年制作のアメリカ合衆国のコンピューターアニメーション映画。アメリカ合衆国では1998年11月25日、日本では1999年3月13日に公開された。同時上映はバグズライフ。監督、脚本はヤンピンカバが務めた。秋の公演で、 老人のゲイリーが一人きりでチェスを刺している。チェスボードの両サイドを行き来してチェスを刺しており、黒を刺すゲイリーと白を刺すゲイリーとではペルソナが変わり、まるで別人のよう。黒のゲイリーは次々に白の駒を取っていき、ついには白はキングを残すのみとなる。窮地に追い込まれた白のゲイリーが心臓を抑えて倒れてしまう。黒が慌てて気をそらした隙に白は、 ボードの向きをくるっと回す。ピクサーでは第二世代の短編映画と呼ばれるようになった最初の作品である。また、1989年に公開されたニックナック以来8年ぶりである。セリフはなく主人公であるゲイリー G さんが地図の駒を置く際に発する気合のような発声や笑い声のみである。この声はボブ・ピーターソンが務めている。 本作を制作するにあたって、監督のヤンピンカバが事前に出した要件に人間を登場させることがあった。これは人間の顔や手の表面の不規則さ、衣服のレンダリングといった分野の技術を進歩させる必要があったためである。本作が制作される時点では人間の肌や髪の毛を満足にレンダリングすることができなかったため、ピクサー作品では 人間は脇役でしか登場していない。ありがとうございます。